ドジャースは、パイレーツの40人のリストから外され、ウェーバーにかけられた、投手、ブレント・ハニュエルの獲得を発表した。同日、ドジャースは、山本を60日間の故障者リスト、イルに移動させ、ロースターに空きを作った。これにより、彼が早くても、8月中旬までには復帰できないことを意味し、それはシーズン終盤になる。ブレント・ハニュエルは、2014年のドラフトで、レイズに2巡目で指名された時に、高く評価されていた、野球界の有望な選手の一人だったが、 怪我により彼のキャリアは多くの困難に直面した。2021年からハニウェルはリリーフ投手として移行した。昨シーズン彼はパドレスとホワイトソックスで40試合に出場し防御率は4.82だった。前シーズン終了後にフリーエージェントとなった後ハニウェルは今年の2月にパイレースとマイナー契約を結んだ。AA では彼は31試合に出場し1勝3敗防御率4.85だった。 7月8日にメジャーリーグに昇格し、2試合に登板して、勝敗なし、防御率4.95だった。しかし、7月12日にハニエルは DFA40 人リストから外されるとなり、ウェーバーにかけられた。ドジャースはまた、山本を右三頭筋の針で、60日間の故障者リストに移したことを発表し、彼は6月15日から15日間の故障者リストに入っていた。山本は、早くても8月中旬に復帰する予定だ。 ハニウェルはドジャースのロースターに完璧な補強ではないかもしれないが、投手陣が多くの怪我に直面している状況では、彼は必要な補強となり得る。ドジャースはハニウェルの参加で状況が改善され、今シーズンも引き続き良いプレーができることを期待している。山本以外にもグラスノーとビューラーも故障者リストにあり、ミラーは再調整のためにマイナーに降格された、救援陣も大きなプレッシャーに直面し、頻繁に打たれている。 タイガースとの試合では9回に5点のリードを守りきれずに逆転負けを喫した。ドジャースはこの状況を予想していなかったと思う。6人のローテーションシステムで6日ごとに100球を投げることができれば非常に良い投球感覚を緩める計画があるため彼らは山本がシーズンを通して投球しイニングを完了することを期待している。これは残念なことですが肩の怪我のため彼らは慎重に行動するしかない。 肩の鍵盤断裂について話すと、元選手の斎藤和美を思い出す。怪我の後、彼はキャリアの終わりまで、完全に回復することはなく、常にリハビリ生活を送らなければならなかった。ホークスのファンとして、彼の素晴らしいパフォーマンスを目の当たりにした私は、彼が怪我から回復しようと、最大の決意を持って努力したことを知っている。山本は、ドジャースと長期契約を結んでいるので、 個人的には急ぐことなく必要な時間をかけて治療に専念するために適切に休むことができると思う。最も重要なのは彼が最高の体調で戻ることだ。日本ではペナントレースは予選とみなされている。しかしメジャーリーグではポストシーズンで最高のパフォーマンスを発揮しワールドシリーズの優勝を目指してチームに貢献することが重要だ。メジャーリーグに移籍したばかりの頃山本は不安定な投球をしており、 このリーグへの適応能力に疑問を抱かせた。しかし、彼は投球を重ねるごとに徐々に適応していった。怪我がなければ、彼は確実に10勝以上を上げることができたはずで、それは非常に残念だ。しかし、もし怪我がそれほど深刻でなく、シーズンの終わりに復帰できれば、彼が地区優勝とリーグ優勝のレースに大きく貢献することを期待している。なぜ日本で多くの投球をしてきた選手が MLB に来ると怪我をするのか疑問に思う。 投球数の制限や過酷な移動があっても状況はあまり改善されていない。この話が出るたびにボールが滑ると言われることを思い出す。山本はメジャーリーグのボールに適応しようとしすぎたのかもしれない。滑る大きなボールを握って投げるためにより大きな力を使わなければならないと再発のリスクは常に存在する。メジャーリーグの主要な投手ですらこんなにも怪我をすることを考えるとボールの改良を検討する必要があると思う。 メジャーリーグの公式球は日本のボールと比べて大きくて重くて滑ると言われている。近年、投手の球速が上がり、メジャーリーグの投手でもトミー・ジョン手術を受けることが多くなっている。白人や黒人に比べて骨格が小さい日本人選手は長いシーズンを通して多くのプレッシャーにさらされる。投球力を強化すれば怪我のリスクが高まり、投球力を弱めれば打たれてしまう。唯一の方法は自分の体の力と技術の間でバランスを取ることだ。 優れた投手が次々と怪我をするのは残念であり、ゲームの魅力を損なうことになる。政治的な要素を考慮せずに、選手に焦点を当てるなら、思い切ってボールを変更するべきだと思う。NPB のボールは、はるかに質が高いと言われており、メジャーリーグで NPB のボールを使用するための、ロビー活動が行われることを期待している。山本のせいではないが、10年契約の初年度に怪我をしてしまったのは、ドジャースにとっても、頭痛の種だろう。 彼らは彼が10年間無傷で連続してプレーすることを期待していないだろう。おそらく彼らは彼が5年間その地位を保持し、その間に少なくとも一つのチャンピオンリングを獲得することを期待しているのだろう。MLB での最初の年は確実に疲れるだろう。ある意味では怪我は避けられないものだ。これは日本の投手が通らなければならない道となっている。山本が大丈夫だと期待していたが、現実は厳しいものだった。MLB は分業制と投球数制限で、 投手の体をケアする場所だ。MLB は特に甲子園での連投について、日本の投手の使い方に不満を持っていた。怪我をせずに、その地位を維持していた投手たちも、MLB に移ると、ほとんどが怪我をしてしまう。原因は、ボールやピッチクロックにあると予測されているが、MLB はまだ対策を講じていない。山本の状態は、あまり良くないようだ。早くても、8月中旬以降に復帰する予定だ。 ドジャースにとって山本に長期契約を投資し早期復帰させて今年中に壊れてしまうことは最悪の事態だ。ドジャースが今シーズン中に山本を復帰させない決定を下す可能性もある。山本にはチームの未来を担う役割がある。ドジャースの今後の動きに注目すべきだ。さらに興味深い情報として山本の出身地である岡山県備前市の市長が市の予算を使って市内の子供たちに無料ツアーを計画している。 しかし、この計画は、税金の無駄遣いとして、市民から批判されており、特に山本がプレーできない場合には、批判がさらに強まるだろう。市の職員、約20人も参加している。市長だけでなく、この計画を承認した議員たちも、責任がある。彼らは、市長が豪華な旅行を受け入れることを望んでいるのか試合感覚、天候怪我などを考えると、山本がプレーできない可能性がある。それでも、彼らは行くのか 山本にとって、このシーズンは、早期に終了する可能性がある。ドジャースの停滞の原因は、選手個々のパフォーマンスではなく、怪我をした選手の数が多すぎるためだ。山本を含む、チームの多くの投手が怪我で離脱している。しかし、山本だけでなく、MLB には、多くの投手が怪我をしている。MLB は、ある程度原因を特定しているかもしれないが、まだ改善の兆しは見えない。おそらく将来的には、怪我をする投手の数が増え続けるだろう。 大谷が8月に投げられるかどうかは不確かで、たとえ投げられても実際の試合で制限を解除すればすぐに痛みが再発するかもしれない。復帰するのは良いことだが、もし山本がヤンキースとの試合のように強度を上げれば再び痛みが出るだろう。この問題をどのように解決するのか、MLB は簡単なリーグではなく小さな技術だけで乗り切れるものではない。強度を上げなければ相手を止められないが強度を上げれば痛みが出る。本当に難しい。 最悪の場合、このシーズンが終了し、手術が必要となり、次のシーズンにも影響を与えるかもしれない。まだ確実なことは何もないと思うので、不確かな希望を持たない方が良いと思う。彼が今シーズン中に戻ってこない可能性がある。それは彼の状態が非常に深刻であることを意味する。再発のリスクもある。彼がポストシーズンで確実に良いパフォーマンスを発揮できるように調整できれば、それが最も重要だ。 結局のところ、今シーズンの評価は、それに依存する。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。